ラジオネームラッパーザキバチョフ祝辞。糸井重里さん、ごめんなさい、糸井重里さん、ついに徳川埋蔵金発見おめでとうございます。糸井重里さんは長年徳川埋蔵金を探し続けて、周りからバカにされながらもついに埋蔵金を発見したぞと糸井重里さんから聞いたとき、私は嬉しさで飛び上がりました。そしてこの徳川埋蔵金パーティーを開いたわけですが、糸井重里さん、一言言わせてください。それ徳川埋蔵金じゃなくてペニバンです、しかもそのペニバンはうちの嫁が使ってたペニバンで、捨てるのが恥ずかしいからと言って土に埋めたものです。なのでここから、徳川埋蔵金パーティーを改めて、ペニバンパーティーに変えようと思いますだ乾杯何なの、糸井重里さんフルネームで言うんだ結構出てきましたね2回目から糸井さんでいいですからねラジオネーム三平長寿。かき氷本当にお疲れ、そしてありがとう。お前がいなきゃは俺今年の夏乗り切れず、きっタネやブラゼミと一緒にくたばってたよ。かき氷は栄養ゼロだから食ってもしょうがないって批判するやつもいるけど、俺に言わせりゃ栄養なんて都市伝説だね。なんだよな栄養って、絶対嘘だろ。何がビタミンだ、何がミネラルだ、何がタニタだ。夏の食い物なんて冷たきゃそれでいいだろう、バカが。水道水凍らせて、おろし金でシコシコ削って、賞味期限切れのジャムぶっかけりゃ、陳建一もびっくりのスーパーデザートの完成だろうクソバカ野郎ああ陳建一はしょっぱい中華料理しか作れない男だから別の人物名出すべきだったな。こういう時的確な名前を出せる男になりてえな。やっぱり栄養が足りてねえからパッと思い浮かばねえのかな。へこむなぁ。いや、長寿じゃない。寝言だよ、寝言。ラジオネーム、ブランカランカ。今回、敬老会にお集まりいただき誠にありがとうございます。まずは、ベージュを迎えたトキさん。もうすっかりベージュが似合う年になったね、なんつって。うん。次に、コキを、迎えたマサヨさん。今まで散々コキ使われてきたけども、これからは思う存分僕たちをコキで使ってね、なんつって。そして還暦を迎えたゆりさん。ゆりさんはまだ若いからたくさん遊ぼうね、還暦だけど缶蹴りなんてしてみようかな、なんつって。最後に僕から一言言わせてください。スピーチは短く、寿命は長く、これからも長生きしてこれはいいんじゃないですか本当にありそうな感じありますよね言ってそう、腹立つ。こんぐらいが受けたりしますからねそういうもんなのね、おばあさんたちはね、うん、ラジオのセンタービス。今日の体育祭本当に感動しました。応援優勝の白組、正直シルクドソレイユと比べるとただの猿踊りにしか見えませんでしたが、よく頑張りました。比べるところ、総合優勝の赤組、誇らしげな顔が壇上からもよく見えます。かけっこが早かっただけでよくそんな顔ができますね。高顔無知、感心します。そして惜しくも何の賞も獲得できなかった青組、お前はクズだ何はともあれ本当に素晴らしい体育祭でした。以上、私 PTA 会長の挨拶とさせていただきます。それでは皆さんご唱和ください。せーの、バッザーイいつの時代なんだ、厳しい全寮制のボタン押してから防衛学校みたいな防衛大学みたいな、ね、これあげとこう。パン、ラジオネーム三平。おい、40年後の俺死んだか、友達ねえから自分で書いたぞ。誰にも言われたことはないけど、お前はいいやつだった。顔も性格もまあまあ良かった。
12歳までは女子からも人気があった。忘れもしない中1の夏、教室で女子のスクール水着を試食しているところを写真部のチビに激写されて、やばい写真が掲示板に貼り出された。あのボンミスがなきゃお前はいいやつだった、いいやつのままでいられたはずだ。だが実際はダカスのごとく嫌われ、人生という名の坂道を転がり落ち、ついには水着泥棒の濡れ衣を着せられて豚箱に入れられた。水着だけに濡れ衣を着せられたのだ。死ぬ瞬間にお前が何を思うのか知らねえ、だが現時点の俺はこう思う。幸せってのは自分の心だけが決めるもんだ。すく水が好きならそれでいい。だが叱るべき金額を提示してちゃんと売ってもらうべきだった。アーメン。クリスチャンだったね。くだらないんだよ。ラジオネームラッパーザキバチョフ。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私はこの学校の校長でございます。このおめでたい席にふさわしいエピソード一つ、私は話し相手もいないのでずっと金玉に話しかけていました。すると金玉が突然答えてきたのです。こんにちは、こんにちは、好きな食べ物は煮っころがし、好きな人物は俺と似てるから荒川よしよし。最後にチンコにずっと聞きたかったことを聞きました。私に言いたいことはあるかね、今までありがとうとか感謝の気持ちを言ってもらえるのかと思いきや、おめえいつまで童貞続けてんだよ、いい加減女抱かせろクソキモ豚と言われて参っちゃいましたよ。ご入学おめでとう。何言ってんの、何言ってんの。ダメだ、もうあげとくけど、知らないんだなこいつら。やっぱり葬式とか出たことないんだろうな、入学式とかも。ね。ラジオネームセンターエビス。2人とも結婚おめでとう、愛のあふれる家庭を築いていってください。湘南の風の歌にこういう歌詞があります。大親友の彼女の連れ、美味しいパスタ作ったお前、あ、失礼しました、間違えました。西野カナの歌にこういう歌詞があります。、サンデー、起きたらマンデー、あ、失礼しました、間違えましたね。、エグザイルの歌でしたね。エグザイルの歌にこういう歌詞があります。超イエイ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 上げていこう。失礼しました、間違えました。要するに、何が言いたいかと申しますと、アーティストはクソ、これです。勝手だなこいつ。薄い歌詞のところでしたね。なんで入れとこう。パン。どうしようかな。西野カナすごかったですね。ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。皆さん大学入学おめでとうございます。私は女子大生というものがサンドの飯より大好きです。いつも借りる AV は女子大生ものですし、好きな女性の年齢は18歳から22歳までですし、若さと経験が合わさった女子大生が大好きなのです。私はハゲ、ブサイク、金なし、職歴なし、前科持ちというロイヤルストレートフラッシュではございますが、女子大生を好きな気持ちは誰にも負けません。誰か私と付き合ってください。もし付き合ってくれるのであれば、私が大事にしている川で拾った綺麗な石刺しちゃう。仕組みじゃないじゃん、これ。あげるよ。すごい、多いです。以上。にはともあれ、本当に素晴らしい体育祭でした。以上、私、PTA 会長の挨拶とさせていただきます。それでは、皆さんご唱和ください。せーの、バッザーイ。いつの時代なんだ。厳しい全寮制度。ボタン押してから防衛学校みたいな。防衛大学みたいな、ね、これあげとこう。パン。ラジオネーム三平。おい、40年後の俺、
死んだか友達いねえから自分で書いたぞ。誰にも言われたことはないけど、お前はいいやつだった。顔も性格もまあまあ良かった。12歳までは女子からも人気があった。忘れもしない中1の夏、教室で女子のスクール水着を試食しているところを写真部のチビに激写されて、やばい写真が掲示板に貼り出された。あのボンミスがなきゃお前はいいやつだった。いいやつのままでいられたはずだ。だが実際はダカスのごとく嫌われ、人生という名の坂道を転がり落ち、ついには水着泥棒の濡れ衣を着せられて、豚箱に入れられた。水着だけに濡れ衣を着せられたのだ。死ぬ瞬間にお前が何を思うのか知らねえ。だが、現時点の俺はこう思う。幸せってのは自分の心だけが決めるもんだ。すく水が好きならそれでいい。だが、しかるべき金額を提示して、ちゃんと売ってもらうべきだった。アーメン。クリスチャンだったね。くだらないんだよ、ラジオネーム、ラッパーザキバチョフ。新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。私はこの学校の校長でございます。このおめでたい席にふさわしいエピソード一つ、私は話し相手もいないのでずっと金玉に話しかけていました。すると金玉が突然答えてきたのです。こんにちは、こんにちは、好きな食べ物は、煮っころがし、好きな人物は、俺と似てるから荒川よしよし。最後にチンコにずっと聞きたかったことを聞きました。私に言いたいことはあるかね。今までありがとうとか感謝の気持ちを言ってもらえるのかと思いきや、おめえいつまで童貞続けてんだよ、いい加減女抱かせろクソキモブタと言われて参っちゃいましたよ。ご入学おめでとう。何言ってんの、何言ってんの。寝言だよ寝言。ラジオネームブランカランカ。今回敬老会にお待つ、敬老会にお集まりいただき誠にありがとうございます。まずはベージュを迎えたトキさん、もうすっかりベージュが似合う年になったねなんつって、うん、次にコキを、迎えたマサヨさん、今まで散々コキ使われてきたけども、これから思う存分僕たちをコキ使ってねなんつって、そして還暦を迎えたゆりさん、ゆりさんはまだ若いからたくさん遊ぼうね。還暦だけど、缶蹴りなんてしてみようかな、なんつって。最後に僕から一言言わせてください。スピーチは短く、寿命は長く。これからも長生きして。これはいいんじゃないですか。本当にありそうな感じありますよね。言ってそう。腹立つ。こんぐらいが受けたりしますからね。そういうもんだろうね。おばあさんたちはな。ラジオのセンターエビス、今日の体育祭本当に感動しました。応援優勝の白組、正直シルクドソレイユと比べるとただの猿踊りにしか見えませんでしたが、比べる、よく頑張りました。比べるところ、総合優勝の赤組、誇らしげな顔が壇上からもよく見えます。かけっこが早かっただけでよくそんな顔ができますね。高顔無知、感心します。そして惜しくも何の賞も獲得できなかった青組、お前はクズだ。何はともあれ本当に素晴らしい体育祭でした。以上、私 PTA 会長の挨拶とさせていただきます。それでは皆さんご唱和ください。せーの、バッザーイ。いつの時代なんだ。厳しい全寮制度。ボタン押してから、防衛学校みたいな。防衛大学みたいな。ね、これあげとこう。パン、ラジオネーム三平。おい、40年後の俺、死んだか。友達いねえから自分で書いたぞ。誰にも言われたことはないけど、お前はいいやつだった。
顔も性格もまあまあ良かった。12歳までは女子からも人気があった。忘れもしない中1の夏、教室で女子のスクール水着を試食しているところを写真部のチビに激写されて、やばい写真が掲示板に貼り出された。あのボンミスがなきゃお前はいいやつだった、いいやつのままでいられたはずだ。だが実際はダカスのごと。ゆりさんはまだ若いからたくさん遊ぼうね、還暦だけど缶蹴りなんてしてみようかな、なんつって。最後に僕から一言言わせてください。スピーチは短く、寿命は長く、これからも長生きして。これはいいんじゃないですか。本当にありそうな感じありますよね。言ってそう。腹立つ。こんぐらいがウケたりしますからね。そういうもんだろうね。おばあさんたちはな。ラジオのセンターエビス。今日の体育祭、本当に感動しました。応援優勝の白組。正直シルクドソレイユと比べるとただの猿踊りにしか見えませんでしたが、比べる、よく頑張りました。比べるところ。総合優勝の赤組、誇らしげな顔が壇上からもよく見えます。かけっこが早かっただけでよくそんな顔ができますね。高顔無知、感心します。そして惜しくも何の賞も獲得できなかった青組。お前はクズだ。何はともあれ本当に素晴らしい体育祭でした。以上、私 PTA 会長の挨拶とさせていただきます。それでは皆さんご唱和ください。せーの、バッザーイ。いつの時代なんだ。厳しい全寮制度。ボタン押してから防衛学校みたいな。防衛大学みたいな、ね、これあげとこう。パン。ラジオネーム三平。おい、40年後の俺、死んだか？友達ねえから自分で書いたぞ。誰にも言われたことはないけど、お前はいいやつだった。顔も性格もまあまあ良かった。12歳までは女子からも人気があった。忘れもしない中1の夏、教室で女子のスクール水着を試食しているところを写真部のチビに激写されて、やばい写真が掲示板に貼り出された。あのボンミスがなきゃお前はいいやつだった。いいやつのままでいられたはずだ。だが実際はダカスのごとく嫌われ、人生という名の坂道を転がり落ち、ついには水着泥棒の濡れ衣を着せられて、豚箱に入れられた。水着だけに濡れ衣を着せられたのだ。死ぬ瞬間にお前が何を思うのか知らねえ。だが、現時点の俺はこう思う。幸せってのは自分の心だけが決めるもんだ。すく水が好きならそれでいい。だが、叱るべき金額を提示して、ちゃんと売ってもらうべきだった。アーメン。